写真拡大。ウエスタン、中日球員のご阪神、10日、ボールパーク高岡。再昇格につながるような投球はできなかった。二軍降格後、初先発した阪神、藤波進太郎投手が6回を投げ8安打4失点、3四球。やりきれなかった思いを吐露した。立ち上がりは良かったんですけど、自分の思う通りに投げられなかった。いい感じではなかったですね。右打者への制球が安定しなかった。3回、石から早退した A ・マルティネスには頭部付近にボールが抜けた。4回の先頭打者だった伊藤康史にも初球、2球目と連続で体付近にボールが行くなど、苦しい投球が続いた。さらに守備では5回、無視1塁から、大野翔が投手前にバントを転がしたが、藤波は1塁へ悪送球。課題が克服できていない現状を露呈してしまった。決め球についても追い込んでからのヒットも多かった。もうちょっとなんとかできたのかなと。2点ビハインドの6回は西から連続四球でピンチを招いた。続く大野翔にはカウント2-0から3球目のスライダーを中前に弾き返された。満塁となり A マルティネスに2点塁打を浴びた。平田二軍監督も6回をポイントに上げ、あそこでギアを入れて粘ってほしいところだったという。次回も2軍戦で先発する藤波は2軍で結果を出すしかないし、技術練習をね。早く上がれるように練習するしかと必死に前を向いて。